こんにちは、サイゾーです。というか、さっきの続きですけど、今度は羅針盤で買ってきたものですね。羅針盤ではね、フィギュアを買いました。フィギュアを3つ、フィギュアを3つ買ったんですけど、それをね、紹介じゃなくて開封かな。開封していきたいと思います。で、ちょっとね、長くなっちゃうんで、一体一体分割してね、一体のフィギュアにつき一動画って感じで、ちょっと分割して投稿していきたいと思います。じゃあまず一体目は何かというと、こちらですね。海ちゃんですね。これは買ったんじゃないんですよ。これは買ったんじゃなくて、なんか、2体本来買ったんですけど、2体買って、で、なんか、買った後になんかくじ引いて、なんか、それでくじ引いてなんか出たら、くじ引いてみたらなんか A 賞だったんですね。一番いいやつで。で、5000円の交換券でもらったんですね。5000円交換、なんか5000円の商品の交換できるって言って、でも見ても5000円の商品がなかったんで、ちょうどのね。まあ、ていうか、これが一番欲しかったんで、まあ、これをね、ちょっと交換させてもらいました。運が良かったんですね、すごくね。今日はね、すごくついてました。これが、本来2体しか買わなかったんですけど、これもね、買えたというか、もらえたという、奇跡ですね。じゃあ、これ早速開けていきます。楽しみですね、すごくね。で、フィギュアは久しぶりに買いましたね、本当に。ほんとね、フィギュア最近買ってなかったですからね、そっかね、どこだ、これ、ここかな。フィギュアを買うっていう機会がなくてね、なかなか、ここかな。ここ、ちょっと映ってないかもしれないですけど、ちょっとそこはご容赦ください。どこだ、こう取って、時間かかるかもしれないですから、ちょっとね、お待ちください。ちょっと待ってよ。悪戦苦闘してる。ここを開けて、ちょっとここだけカットすればよかったかな。どうしようかな。カットすればよかったかな。まあいった、10分を超えることはないと思うんで、あれここかな。てか顔映ってないよね、顔映ってない。顔映ってないか心配なんですけど、顔は映ってないと思います。多分大丈夫です。いや別に自分そんな見られない顔じゃないんですけど、やっぱ顔を映されると恥ずかしいんで、ちょっと待ってくださいね。外れない、外れた、ここが外れた。ちょっと長々とお待たせしてすいません。今までちょっとなんか長々とやってたんであれですけど、こんな感じですね。こんな感じの海ちゃんのフィギュアになってます。じゃあ開けていきますね。シールじゃなくてテープはついてないのかな。テープはついてないかな。ついてんのかな。ついてるね、ついてるね。こんなハサミしかないんですけど、まあ箱は
基本僕は捨てちゃうんでいいんですけどね。ここもついてるか。はい、テープが取れました。じゃあ開けていきますね。開けていきます。ほほほほ、こんな感じですね。出ましたね。こっちか、ちうみちゃんですね。見えますか。じゃあこれもテープくっついてると思うんで、こうやって開けるんだって正しいのかな。他の人のフィギュア開封とか見てるとあんまり正しくない気がするけど、手でこういうの取る人もいますよね。そっちの方が楽しいのかな。傷つけちゃうのかな、こういうの。重ねてやるから、大丈夫です。よし。はい、こちらが海ちゃんですね。海ちゃん。お。プレミアムフィギュアにしてはかなり出来がいいんじゃないかな、これは。プレミアム、プライズ品?プライズ品のフィギュアとしてはかなり出来がいいと思うんですけど、4000円はしましたからね、これ。まあ多分出来はいい方なんじゃないですかね、これはね。ね。これここ台座にはめますね。こうかな。はめました。これが梅ちゃんのフィギュアですね。はい、海ちゃんのフィギュア開封しました。かわいいね。やっぱ海ちゃん、この衣装って映画の衣装なの？映画見てないからわかんないんだけど、映画の衣装みたいですね、これ。多分映画ですね、これはね。僕映画見てないんで、アニメの1期とか2期しか見てないんですけど、うん、海ちゃんかわいいですね。ここは見せちゃダメか。ここは見せちゃダメだ。ここは見せちゃダメだ。髪の毛が、なんか、これ、こういう、中国人の人でこういう髪の毛してる人いますよね。中国系のキャラクターでこういう髪の毛してるね、キャラ。そんな感じの中華風の髪の毛で。造形も、着物とかね、すごく、いいですね。着物着てて。基本のデザインとかも僕の好みですね、これはね。じゃあ、ちょっとまあレビューはしません。レビューまでしてると長くなっちゃうんで。じゃあ、今回の動画っていうか、まああと2体あるんですけど、まあこれで、今回は1体目で終わります。じゃあ、さよなら。